はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。では今回は空母戦記2ミッドウェー海戦リベンジ続くやっていきたいと思います。まず敵の艦隊発見できていないので、空母ヨークタウン、エンタープライズ、ホネット、この位置を探っていきます。基本的な作戦はですね、まず低高度から艦攻を突入させて、敵の直縁を下に下げた後、中高度から急降下で艦爆による攻撃を行うという二段構えの作戦を考えています。まあ、いずれにしてもまず敵の艦隊の位置をね、探らなければいけないので、そこから始めていきましょう。まあ、なんといってもね、敵の位置がわからないと航空隊を発艦させても無駄骨になるので、まあ、そういうことが起きないようにしたいというのと、あとは敵よりも先にね、発見したいというところですね。万々が一敵に先に発見されてしまうと、もう、その時点で圧倒的不利な状態になるのは言わずもがな、なので、敵よりも先に敵の位置を発見する。で、できれば味方の艦隊の位置はね、敵にバレずにいれば攻撃を受けるリスクはなくなりますからね。ではまず潜水艦はミッドウェー島に少し近づけましょう。で、機動部隊南雲さんの方も、少しずつですね、ミッドウェー島に近づいていきましょうか。まあ、露骨に近づいても微妙だからね、こればっかりはね。で、直縁を上げます。10機ほど上げていきましょう。直縁がいることが安心につながりますからね。加賀からも6機、半分の6機ほど出します。アメリカ軍はね、この辺り、格納庫も大きくて甲板も大きくて艦載機数も多いっていうことで潤沢に使えると思うんですけど、我々は残念ながらそうはいかない部分があるので、まあ、気をつけなきゃいけないなというところですね。索敵が全部出ちゃってるので、このターン索敵できずか。で、敵には上空に索敵機がやってきていると。これは撃退しておきましょう。では、索敵機ですね。そろそろ敵ちゃんと発見したいので、しっかり索敵を行ってもらいたいな、というところなんですが、まあ、包囲索敵でね、まんべんなく索敵を行っていくしかないのかな。先ほどもお話したように、敵より先にね、発見するというのが一番重要なので、まあ、そのためには惜しみなくというふうには考えています。では、索敵機出していきます。はい。敵の艦隊発見しましたね。霧島の索敵隊から敵の艦隊を発見。よし。これで先制攻撃ができる。まずは、この艦隊にどれほどの数がいるかどうかというのもね、ちょっと確認しておかなくてはいけないですからね。少し離れていたので、艦爆隊とかが到着できないんじゃないかな。この辺にいましたよね。ミッドウェー島のごく近くにいたと思います。なので攻撃隊が出れるかというとちょっと微妙だよな。赤城から一応通常攻撃で。いやー、敵の位置ロストしてるな。ロストしてるので、位置がわからなくなってますね。なのでここはスルーせざるを得ないな。まあ、ただ次集中的に索敵をしなきゃいけない場所というのが分かっただけでも、だいぶ大きいかなとは思います。では索敵隊です。さっき発見したエリアを中心に、索敵を行っていきます。この辺りでしたね。まあ、もちろん敵艦隊も動いていると思うので同じ場所に留まっているとは限らないんですが、まあ、いた場所を中心に索敵を行うのは当然だと思うので、そのように動いていきます。発見できずに敵艦隊
見つけられずというところですね。まあ、ここは攻撃隊出すというわけにはいかないかな、そうなるとね。ではまた索敵隊出します。索敵隊もね、数が減ってきているので確実に位置をね、ピンポイントで掴んでいかなきゃいけないんですが、まあ、そう簡単ではやっぱりないですね。さあ、敵の艦隊発見ですね。ミッドウェイ島の近くに敵艦隊を発見。まあ、位置は確実に掴んだので、今回は索敵攻撃に出ましょう。赤城ベイコードから前期発進。位置は掴んでます。カーガからも索敵攻撃。低高度というのはもう完全に観光による魚雷攻撃を意味していますね。距離がちょっと観光届かないか。では戻しましょう。飛竜は索敵攻撃、低高度、前期。これも届かないかな。届かないですね。届かないのに攻撃するというのはちょっともったいないので、やめます。赤城からだけですね。何、敵の位置発見できなかったのか。確実に敵の位置見つけたはずなんだけどな。これが空母戦の面白いところであり、まあ、難しいところでもありますよね。あとは敵味方どっちが敵の正確な位置を先に発見するか。さあ、ここで敵艦隊に捕捉されてしまったようですね。直縁が赤城から10、加賀から6。一方敵の方がですね、艦爆、これが合わせて36、直縁が10という状態です。これしのがないとまずいな。6機撃墜、5機撃退。味方の方も損害出てますね。あとは対空防御、2機撃墜、11機撃退で、加賀に向かって、こんだけが攻撃してくるのか。450キロ爆弾合計13発。で、命中が5発か。大気甲板がやられた。これ撃沈されるぞ。残ったか。が、どうなんだろう。30機の艦爆。敵の艦爆ですね。で、対空防御で、8機、撃退。14発の爆弾。これは、総龍が撃沈されるぞ。ダメだな。いや、相当数やられるね、これ。いや、本当に敵の位置発見できないとこうなるんですよね、空母戦は。これがね、空母戦機のね、難しいところなんですよね。これ全空母がもうダメになりそうですね。7発撃たれて4発命中。
これ、空母として使えるものがもう飛竜しかないですね。赤城、加賀、蒼竜に関しては、発艦もできなければ着艦もできないっていうね。これまさにあのミッドウェー海戦の状態になりましたね。赤城、加賀、蒼竜がやられ、飛竜のみ残っているっていうこの状態。いや、こっから巻き返すのか。なかなかしんどそうだな。では、武装平行フェーズですね。とはいえもう、この飛竜しか残ってないので、何もできないよ。何を戻すかだな。いや、これは厳しいな。着艦できるのが、さっきも話したようにも飛竜しかいないので、飛竜に戻しますか。飛竜もただ甲板がもういっぱいだから不時着させるしかないね。いや、本当に厳しい戦いになった。では残った飛竜からも攻撃隊索敵でも出さざるを得ないので出していきましょう。歩行連動優先。いや、痛いな、本当に痛い。まさかこのパターンになるとは思わなかったな。で、再び敵か。蒼竜が撃沈されました。で、索敵攻撃はいいところなしか。さあ、ここで高高度から敵艦隊、敵の艦爆隊接近。加賀に爆弾を投下一発目中。撃沈は免れたわ。ただまだね、山口さんの飛竜が健在なので諦めない。実際にはもう勝ち目は絶対にない状況になってるんですけど、久々の空母戦記なんでね、ちょっと最後まで操作感を思い出していきましょう。飛竜を戻します。本当に残念なのが、飛竜以外全部やられてしまってるっていうところですよね。直縁を上げるも何もないからな、もう。飛竜に今直縁上げられるものもないし。索敵はね、戦艦、あるいは巡洋艦から出れますので、行っておきます。何がまずかったのかっていう反省点は、まあ、もう本当に敵の艦隊をね、先に発見できなかったと。もうその一言。その一つに尽きると思うんですけど、索敵もね、じゃあ、連動の高い人でやるべきだったのかとか、まあそういう反省点を十分に考えてですね、次の戦いに生かしましょう。せめてこの状態でね、赤城、加賀、蒼竜が無事だったら戦えたかなと思うんですけどね。敵の位置はこの辺りですね。あとは潜水艦を張り付かせるという手もありますよね。敵の艦爆です。これで赤城に爆弾が命中。なんとか撃沈を免れましたね。敵もね、必死ではあるでしょうから、
4発命中。さらに中高度から艦爆20機。14発命中とかさ、もう無理でしょ、赤木も。これで空母2隻を喪失ですね。本当に赤城も失って、これでミッドウェー海戦と全く本当に同じ状況になりました。残ったのが飛龍だけっていうね。で、攻撃を中止せざるを得なくなると。もうこれで、まあ飛龍もね、攻撃隊を失ってしまったので、まあ、継戦能力なしということになるんですけど、これが空母戦機なんですよ。空母戦機もね、本当に難しいんですよね。今、提督の決断3、冷凍機械戦、やってるんですけども、もう空母戦機2も本当に難しいゲームですね。特に、日本軍にこれでもかっていうほど不利な設定になっていて、もちろんね、空母の大きさ、艦載機の性能、アメリカ軍の方が優れていたというのもあると思うんですけど、本当にこの空母戦機2のミッドウェー海戦も難しいので、これもなんとかね、リベンジできるところまでプレイはしていきたいなというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。